卓球王国コラボキング高島 SH3。 この卓球ラケットの弾みと板の硬さをチェックしたいと思います。この卓球ラケットの弾みはミッドぐらいのように感じました。ミッドからミッドスローぐらいでしょうか。カットマンラケットとしては割と弾む部類だと思います。デフプレー専造とかよりも弾みがあります。完全に守備型のカットマン用ラケットではなく、カットも攻撃もするというカットマン向け、攻撃的なカットマン向けに合う性能となっています。上板がヒノキで、ボールを強めに打つとヒノキの弾みがあります。打球感はややソフトな印象です。かなりボールを持つ感覚が強く、回転をかけやすい卓球ラケットとなっています。非常に回転がかかる、カットもドライブもサーブも回転がかかる卓球ラケットとなっています。松下プロモデルか渋谷プロモデルか、どっちに似ているかといったら渋谷プロモデルの方に似ています。球持ちがあって回転をかけやすい卓球ラケットになっています。